アレリア、アメン、アメン、アレリア、小太郎さん、ハレリア、アメン。今日は動きましたね。リュウさん、ハレリア、アメン。今日は治りました。Xスプリット治りました。よかったですね。アジエさん、ハレリア、イエス様が助けてくれますね。イエス様が助けてくれます。心配しなくてもイエス様が助けてくれます。アメン。今日は X スプリットうまくいきました。よかったですね。出落ちしなくてよかったですね。昨日は2回も出落ちしましたね。皆さんお元気ですか？今日もちょっと朝雪がちょっと降ってみぞれになって、今も雨が降っています。受験できました。鼻が周り、顔毛。鼻が周りにある顔毛に見えますかこれ。この死んだ顔した。ね、これが、ね、顔毛になって。まあ、ですね。ジェイさんは、まあ、いつかそうなるでしょうけど。いつかそうなるでしょうけどもね。まあ、もうちょっと生かしてください。ね。もうちょっと生かせてください。もうちょっと、皆さん。リバイバル来なければ死ねません。ね。リバイバルが来なければ死ねません。カズキさん。ハレリア。ね。もう本当にですね、死にきれません。もう日本が救われなければ死ねない。もうリバイバルが来なければ死ねない。ね。もう、もう、日本を救います。私が救うんじゃないけど。イエス様が救うので、私の力ではありませんが。しかし、私も伝道します。伝道します。皆さんも一緒に伝道しましょう。一緒に伝道するんです。私たちはチームです。チームです。リバイバルチームです。なかなか来ないのはキーちゃんの責任すみません、皆さんチームです。リバイバルというのは、クリスチャンが増える、日本にクリスチャンが増えるということです。油注ぎを受けたクリスチャンは死に顔は美人になるようで、アメン。素晴らしい。皆さん、油注ぎを受けたクリスチャンは死に顔は美人になるようですね。死に顔が綺麗な顔に、それ聞いたことありますよ。クリスチャンは死ぬときにですね、天使が迎えに来てくれるのですごい平安だそうですね。で、未信者はですね、悪魔が迎えに来るので、こうやって死ぬそうですね、皆さん。皆さん、どっちがいいですか？皆さん、死ぬときですね、こうやって死ぬのとですね、こうやって死ぬの、どっちがいいですか？本当なんですよ、皆さん。天国行く人はですね、平安な、もうニコッとですね、もう本当に安らかに死んでいきます。ね、リュウさんやめてください。で、もう地獄行く人はですね、もうとんでもない、もう苦しい顔をしていきますので。皆さん、人間は死ぬときにどっち行くかが分かります。ぜひ皆さん、平安な顔で行きたいですよね。平安な顔、天国に行く顔で死にたいです。ぜひ皆さん、苦しい顔で行ってくださいね。苦しい顔で死なないで、平安な顔で死ぬためには皆さん、人生イエス様に出会わなければいけません。出会うだけではありません。出会って、ね、こうイエス様と出会って離れちゃう人もいますね。こうイエス様と出会って離れなければ OK ですね。イエス様と出会うね、離れちゃう人もですね、私たちは出会ってもう、何ですか、吸着しましょう、ね。吸着ですね。イエス様に吸着って言葉ありますよね。イエス様と出会ったらイエス様と吸着しましょう。イエス様と会ったらイエス様と吸着するのですね。離れてはいけません。せっかく出会ったんですから、吸着しましょう。
離れてはいけません。アメン。人生の目的は、人生の目的はイエス様と出会って、イエス様と吸着することですね。あ、粘着だ。粘着って言葉でした。ごめんなさい。イエス様と出会って、イエス様に粘着しましょう。まあ粘着っていい言葉じゃないかもしれないね。イエス様と粘着しましょう。イエス様と粘着するんですね。まあちょっといい言葉じゃないんですけど、分かりやすいということでね。イエス様に粘着しましょう。ね。粘着もおかしい。どういう言葉がいいんでしょうかね。聖書にはですね、イエス様に出会った人がたくさんいます。ペテロとかヨハネとかアンデレとか、ヤコブは、漁師だったんですが、イエス様と出会って、もう漁師を辞めて、網を捨てて、船を捨てて、家族を捨てて、イエス様に吸着してイエス様の弟子になりました。マタイもそうですね。十二弟子はみんなイエス様と出会って、イエス様と吸着して、そしてイエス様の弟子になったんです。私たちクリスチャンも、私たちクリスチャンもイエス様と出会って、イエス様について、いきます、ついていっているんです。クリスチャンは、イエス様と出会って弟子になりました。イエスキリストを信じる者はイエス様の弟子です。フォロワーがついていくってことかな。私たちはフォロワーですね。イエス様に従っていく、弟子であり、追随者という感じでしょうか。マグダラのマリア、マグダラのマリアはそれまで売春婦でしたけども、自分がその、売春してるということで、苦しんでました。苦しんでました。しかしそのイエス様と出会って変わったんですね。マグダラのマリアは、自分が、自分の罪を許してくださる方、救い主に出会って悔い改めました。マグダラのマリアは、売春をやめて悔い改めて、女弟子になりましたね。イエス様の女弟子になりました。イエス様の女弟子になりました。ベタニアのマリアや、また、マルタは、マリアまたマルタはラザロは、兄弟姉妹だったんですが、イエス様に出会って3人とも弟子になりました。ピラトはローマのその、このエルサレムを管轄してた人なんですが、ユダヤ人の訴えによって裁判をしました。でピラトはですね、イエス様に罪を認めなかったんです。認めなかったけども、暴動を恐れてイエス様を十字架につけてしまいました。ピラトはイエス様に出会ったにもかかわらず、恐れによってイエス様を十字架につけてしまいました。金持ちの青年はイエス様に出会いました。しかしイエス様が全財産を、ね、貧しい人に施して天に宝を蓄えなさいと言いました。そして私についてきなさいと言いました。金持ちの青年はその財産を捨てるということを、できなくてイエス様から離れていったんです。皆さん、聖書の中でも多くの人がイエス様と出会って、ある人たちは信じました、ある人たちは離れました。そして、この放送に救いがあると聞いてきました。アメン。ありますよ、ありますよ。そしてこの2000年間、イエス様がこの地上に来て2000年間、今は21世紀ですが、
この2000年間たくさんの人がイエス様と出会いました。クリスチャンを通してイエス様に出会いました。そしてたくさんの人が信じました。しかしたくさんの人が出会っても、出会っても離れました。また出会わない人もいました。イエス様に出会わない人もいたんです。皆さんはどうですか？皆さんはこの伝道部屋を通して、私を通して、今イエス様に出会ってるんです。今皆さんに皆さんはイエス様と出会ってるんです。出会ってるんです。イエス様と出会ってるんです。皆さんは、この部屋でイエス様と出会ってるんです。直接じゃないかもしれない。しかしイエス様のメッセージを聞いている、イエス様の話を聞いているんです。イエス様と出会ったんです。イエス様と出会ってるんです。今晩初めて来た人は、今晩出会ったんです。イエス様と出会ったんです。そこでイエス様との出会いは最高の出会いです。人間はいろんな人に出会うかもしれない、いろんな人に出会うかもしれない。でも総理大臣よりも、アメリカの大統領よりも、天皇よりも、もっともっと素晴らしい出会いはイエスキリストとの出会いです。皆さんは最高の出会いをしているのです。最高の出会いをしています。そしてその出会っている時に、その出会っている時にイエスキリストを信じるならば、イエス様にこの吸着するならば、粘着するならば、大正解です。大正解です。イエス様と出会って信じなければ、せっかくの出会いが、無駄になります。もったいないです。もったいないです。ですから皆さん、この出会いを大事にしてください。この出会いは、皆さんの人生で最高の出会いです。最高の出会いです。そして、イエス様に出会って、そしてイエス様の話を毎晩聞きに来ている方々は大正解です。大正解です。最高の方と出会って、最高の方の御言葉を学べている、最高の方を信じ続けている、大正解です。大正解です。そこが皆さんの居場所であり、皆さんの、その祝福を受ける場所です。皆さんのオアシスです。パラダイスです。イエス様のそばにいることが私たちの本当の居場所、本当の安全地帯、本当のオアシス、本当のパラダイスです。私たちの居場所はイエス様のそばです。イエス様のそばです。イエス様のそばが私たちの居場所です。この世は居場所ではありません。皆さんはさまよってさまよってさまよって居場所を探し、自分の、この本当に安心ができるところ、本当に、この皆さんにとって、この居心地のいいところ、いろいろ探したでしょう。いろいろさまよったでしょう。しかしこの世には見つからなかったと思います。見つからない理由があります。ないからです。この世に皆さんの居場所はありません。この世に皆さんの居場所がないんです。皆さんの居場所はイエス様のそばです。イエス様のそばこそ本当の居場所です。アメン。多くの日本人はまだイエス様と出会ってないんです。出会う機会がないんです。教会に行く機会もなければ、イエス様に出会ってる機会がなくて、まださまよっているんです。しかし皆さんは今晩イエス様と出会っているんです。イエス様と出会っているんです。そしてイエス様が皆さんを愛していて、皆さんと関わろうとしていることを聞いています。皆さんがイエスキリストを信じるなら、イエス様に悔い改めるならば、皆さんの罪が許され、皆さんの罪が許され、人生の一番の重荷、人生の一番の呪い、人生の
がんをですね、がん細胞って言ったらいいかな、がん細胞をイエス様が取ってくれます。イエス様が皆さんの重荷を取ってくれます。皆さんの、苦しみを取ってくれます。皆さんのがん細胞を取ってくれます。罪を取ってくれるのです。罪を清めてくれます。皆さん、罪を持って生きるのと許されて生きるのと大違いです。大違いですね。もし例えばこうね、こう10キロ、10キロのお米を担いでですね、歩いたら大変ですよね。この10キロのお米を担いで仕事したら大変ですよね。この10キロの重荷を担いで毎日生活したら疲れ切っちゃいます。それが罪です。それが罪です。多くの人は、罪という重荷を、背負って生きているんです。でも、イエス様と出会って、イエス様、この重荷を取ってください。この重荷を取ってくださいって言った人は、イエス様が、ね、こうやって皆さんの重荷をこう取ってくれます。ね、皆さんの重荷を取って、ね、と軽くなって、ああ、軽い、ああ、罪がないって素晴らしい、ああ、なんと、楽だろうか、ジャンプができる、ね、走ることができる、ああ、これだったら人生楽しく生きることができるな。これがですね、罪が許されるということです。これが罪が許されるということですね。ですから、皆さんが重荷を背負って生きないでください。イエス様と出会ってるじゃないですか。イエス様と出会ってるじゃないですか。出会ってるうちに重荷を取ってもらってください。罪を許してもらってください。そしていつもイエス様から祝福を受けるような人生、多くの人は祝福を受けない人生なんですが、クリスチャンは祝福を受ける人生になります。イエス様の祝福がなければ人生は、うまくいきません。体が重いんですが病気ですかね。罪があると、いろいろ苦しいのです。ですから皆さん、まだイエス様と出会って信じてない方は今信じるチャンスです。出会ってる時に信じるんです。聖書ではあれですね、今が救いの時、恵みの時というね、今が救いの時、今が恵みの時という時で、イエス様と出会ってる時が救いの時です。イエス様と出会ってる時が、恵みの時ですね。アメン、アメン。人生の目的はイエス様と出会うためであり、イエス様と生きるためなんですね。人生の目的は、イエス様と出会ってイエス様と共に生きること、これが人生の目的です。皆さん、人生の目的、まあ、いろんな言い方をしてますので、一つではないんですが、でも毎回このポイントを言います。今日のポイントは、人生の目的はイエス様と出会ってイエス様と共に生きることなんだ。イエス様は最高のお方、最高に素晴らしいお方、皆さんを愛しているお方、皆さんを大きな大きな大きな愛で愛していて、皆さんのために命を捨ててくださったお方、本当に皆さんを祝福することがおできになるお方、本当に永遠のお方、神の御子、神の御子、そのイエス様と出会っていることを喜んでください、ね、私はそのイエス様のことを伝えることを本当に特権と思っています。素晴らしいイエス様のことを伝えることはなんと、特権でしょうか。幸せです。十字架について述べ伝え、福音について述べ伝え、イエス様の愛を述べ伝えることは特権です。素晴らしいです。嬉しいですね。そして
イエス様を信じる兄弟姉妹の方々、皆さんもその特権を持っているんです。皆さんもイエス様を述べ伝えて伝道することができますよ。人生の目的はイエス様と出会ってイエス様を信じる、一緒に歩むことって言いましたけど、もう一つはイエス様を信じた後、イエス様を信じた後イエス様を述べ伝えること、これも人生の意味です。兄弟姉妹の方々ね、皆さんそれぞれ賜物があります。皆さんの置かれた立場の中で伝道ができます。ぜひ皆さん、兄弟姉妹の方々、伝道してください。伝道してください。兄弟姉妹の方々、ぜひぜひ伝道してください。それぞれ違う伝道でいいのです。ある方々は、ある方々はブログで伝道しています、ブログ伝道してる方もいます。それから、そうですね、ちょっとブログ伝道を紹介し、いい時だから紹介しましょうかね。ブログ伝道を紹介してもいいということで、ちょっと待ってくださいね。そしてちょっと今紹介するのでちょっと待ってくださいね。はい、この J さんのまずブログ、この J さんのブログを伝導すると他の方のリンクがあるので、この J さんのブログを紹介すればいいね。はい、この J さんのブログを紹介しますので、この J さんのブログから今度ダイさんのブログとかゴマさんのブログとか、それからメラニーさんのブログとか、みんなリンク貼ってありますので、もう一回貼りましょうね。こういうこういうブログ伝道ができますね。あ、USS さんもやってるのUSS さんもやってるということで、 IJ さん、はい。それでですね、もし皆さんが、クリスチャンとしてのブログ伝道してる方はお知らせください。もしよければ皆さんのブログ伝道も見たいと思いますので、ブログ伝道してる方があったら、あ、LTL の SNS、あれは偽物ですからダメです。私の偽物のホームページがたくさんありますので、あれはほとんど嘘ですから、あれ入らないでください。あれ全部偽物です。本物のホームページこれしかないんですね。これが本物のホームページで、あと全部偽物です。それで、この本物に似たような偽物もあります。この本物のホームページに似た偽物もありますので、皆さん気をつけてくださいね。これだけが本当の、ホームページですね。あとは全部偽物ですから、皆さん気をつけてくださいね。公式っていうのは全部偽物ですね。公式って書いたのは全部偽物です。公式の掲示板、公式のホームページ、公式の何かと全部偽物ですから、皆さん気をつけてくださいね。はい。それからですね、皆さんイエス様を信じて信仰を持っている方々で、まだ洗礼を受けてない方はですね、スカイプで連絡してくだされば嬉しいですね。洗礼を受けたい方、スカイプで連絡してくだされば、嬉しいと思います。はい。それからあと何があったかな。あとはですね、特別何か、あ、今日は土曜日ですので、トツはね許可制なんです。ごめんなさい。放送じゃない時に許可を取ってください。ごめんなさいね。それから明日が日曜日ですから、明日10時半から、このコミュからですね、礼拝ライブがありますので、特に、イエス様を信じてクリスチャンになった方々はぜひぜひ日曜日、いつもと違って礼拝という形で ネット礼拝に参加してください。ネット礼拝に、
参加してください。洗礼はですね、一応あのイエス様の命令ですね。イエス様の命令ですから、イエス様を信じた方はぜひ洗礼を受けてください。はい、あと何かあったかな。この2000年の間、イエス様が生きている時代から今まで多くの人がイエス様と出会いました。そして、信じた方もいれば信じない方もいました。出会わなかった方もいますし、いろんな方がいます。でも、イエス様に出会って信じた人は幸いですし、生涯イエス様と共に生きた方は幸いです。皆さんもぜひ、イエス様と出会っている時に信じて救われてください。罪が許されてください。そして、このイエス様と出会ったことを喜んでください。皆さんは例えばこの伝道部屋で信じた方は、ある意味でこの伝道部屋に出会ったということでしょう。でもこの伝道部屋にで出会ったということは、結局イエス様に出会ったということになります。直接イエス様に出会う方もいるかもしれませんが、多くはクリスチャンを通してイエス様に出会います。はい、ぜひぜひ皆さん、この、イエス様と出会っていること、この伝道部屋ね、見る方は少ないですから多くのまだ日本人はイエス様と出会っていないんです。まだ多くの日本人はイエス様と出会っていません。リバイバルが起きるとたくさんの日本人がイエス様と出会うでしょうけれども、まだまだ、多くの人たちはイエス様と、出会っていません、ね。皆さんは出会ってイエス様を信じました。皆さんは出会ってイエス様を信じましたね。よかったですね、皆さんね。私がイエス様に最初に出会ったのは、小学校の時ですね。私は東京の世田谷に住んでましてね。で、郷土っていう駅の近くにいました。そしてその実家はですね、玄関開けて外に出ると教会があるんですね。その実家の前、何メーターですかね、50メーターぐらいですかね。実家の前の50メーターぐらいに教会がありまして、で十字架が見えるんですね。その時クリスチャンだったらすごく感激していつも玄関出たんでしょうけど、その時はですね、まだクリスチャンじゃなくてですね、教会が目の前にあることがどれほど特権かってことを気がつかなかったんですが、でもですね、小学校の時ですね、その教会の日曜学校に行きました。で、日曜学校に行くとこういうカードをくれるんですね。で、聖書の御言葉が書いてあってですね、そうですね、私そこで今兄が今歯医者やっておりますが、まだ教会もまだありますね。まだ教会もあるんですが、兄はまだクリスチャンではないんですね。兄は今でも教会の前に住んでますが、クリスチャンではありませんが。で、イエス様との出会いはその小学校何年か覚えてません。2年か3年か4年か分かりませんが、その小学校の時に中学校に行って何回か行きまして教会に行きました。それが私のイエス様との出会いです。で、その時信じたかどうか分かりません。多分はっきり信じてなかったでしょう。それから、小中高とまた出会いのある学校に行ってましたから、あ、郷土駅から見えるの郷土駅から阿蘇鹿が見えるんだそうです。その学校でもある意味では礼拝があってイエス様と出会ったけど、まだ信じてなかったんですね。で、信じるようになったのは26歳か7歳ぐらいの時に、やはり目の前に宣教師が引っ越してきて、小学校の時は家の前に教会があったんですけど、26歳の時は目の前に宣教師が引っ越してきた。ね、私はすごい幸せですよね。家の前に教会があったり、家の前に宣教師が引っ越してきたり、
ねえ、本当に私は幸せですね。そしてその時ですね、ありがとうございます、兄がイエス様を信じるように祈ってくれてありがとうございます。で、私はあれですね、26歳の時に、イエス様を信じて、27歳の時に洗礼を受けたのかな、27歳の時に洗礼を受けて、まあ、正式にクリスチャンになりました。しかしまだ油注ぎ受けてなかったんですよね。福音派の教会に行ってたもんですから油注ぎ受けなかったんですね。それから、今から16年ぐらい前に、16年ぐらい前にカリスマの集会に行きまして、その時に油注ぎを受けました。油注ぎを受けて本当にこの本当に神様に出会うっていう感じでしょうかね。だからある意味ではですね、この、油注ぎを受けて本当にこうイエス様に出会うっていうのが本当の霊的な出会いではないかなと思うんですね。油注ぎを受けて初めてですね、本当にイエス様に出会うっていうのはそういうことではないかなと思うんですけど、いかがでしょうか。ぜひ皆さん、皆さんは、イエス様と出会って油注ぎを受けてるんですか。その油注ぎを受けてるということが聖霊を受けてるということですから、聖霊を受けてるということが本当にイエス様に出会ってることではないでしょうか。今話を聞いてるというのは、ね、この言葉として耳としてイエス様と出会ってるかもしれません。しかし皆さんがイエス様を受け入れたら、受け入れたら本当にイエス様が皆さんの心の中に来てくださって本当の出会いになります。本当にイエス様に出会うためにはイエスキリストを信じなければ本当の出会いにならないと思います。はい、それではですね、今日の証、何証がいいでしょうかね。イエス様と出会わなければ人生虚しい証、 AB 証。イエス様と出会わなければ人生虚しい AB 証スタート。油注ぎというのはですね、神の力を受けるというような感じですね。以前仏教、今キリスト教。以前デリ呼んだ、今デリ呼ばなくなった。以前地獄人生、今天国人生、アメン。以前ゲイで悩んでいた、今祈ったら治りました。昔寺の娘、今シスター。以前冷酷、今温厚。以前モルモン教、今カリスマ派。以前新一ラジオ、今キューちゃん放送。以前旦那が嫌い、今臭い旦那でも、愛せるようになった。以前希望がなかった、今イエス様という希望の光があります。以前長く腰痛に悩んでいた、今イエス様をして完治。以前滝の川教会、今ニューホープ東京。以前ジャイアントババ、今アントニオ猪木。以前八つ当たりしていた、今人当たりが良くなった。救われたからですよ。以前仏教、仏壇に乗っていた、今恩田川で洗礼を受けた。以前宗教は怖いと思ってたけど偶像崇拝が怖いっていうことが分かった。初期のがんだった、ほぼ治った。
以前フジテレビ、今キューちゃん牧師。以前憂鬱でした、今幸せが見えました、アメン。以前ゲーム三昧、今イエス様三昧。以前偽人生、今本物人生。以前寂しくて布団の中で泣いていた、今キューちゃんの放送で元気になった、アメン。以前は神様の愛を知らなかった、今神様から愛されています、 USS さん。以前友達がいなかった、今友達ができた、イエス様を信じなかったら心からの喜びがわからないと思う。以前死にたかった、今楽しい毎日。日本は信仰の自由があると思ったけど、日本は偶像だらけ。以前親と口を聞かなかったけど、今親孝行したい、アメン、ハレルヤ。イエス様と出会うまで焦燥感やイライラがありました、治ってよかったですね。以前寝とうよ、今イエス様のしもべ、アメン。以前友達が本当だと思っていた、今イエス様がいればもう友達なんかいらない。以前ストレスを抱えていた、受験をやめて祈ります。以前人が嫌いだった、今愛せるようになった。この放送以外は危険だと思った、アメン。時刻を見たので親孝行したいです。以前、モルモン、今カリスマ派。以前は結婚は自由と思ってたけど、信仰結婚が大事だということが分かった。以前寂しくて震えていたけど、今賛美口笛を吹き出した、アメン。以前自暴自棄、今自意識過剰。受験勉強を見たら元気になりました。以前不幸な毎日だった、この配信を見て公務員を辞めました。以前性病、今イエス様病。結婚して後悔した。以前悲しくでね、泣いてばかり、イエス様を信じたら笑顔になった、アメン。信仰は素晴らしいです、アメン。公式ホームページに騙されました。以前はぼっちだった、今イエス様と一緒。ニート万歳牧師。以前モルモン、以前不可解な人物だった、そこそこ分かるようになった。以前自己中でした、今他人を思いやる気持ちが持てました。素晴らしい、クリスチャンになったからですね。以前車を使っていた、今エコカーを使いたくなった。今日も泣かずに過ごせました。以前は親の言うことを聞いてました、今イエス様の言うことを聞いている。以前食うのが生きがい、今はイエス様を喜ばすことが生きがい。素晴らしい、毎日最高の人生です。だんだんと安らぎが増えてきました。以前仏壇にお祈り、今イエス様にお祈り。以前アル中で肝臓がおかしかった、でもこの放送で治りました。以前は進化論や科学を信じていた、科学は信じてもいいですよ、聖書に真実が書かれている。以前目的ばかり愛していた、家庭を見つける余裕が出てきた。先の見えない毎日だったけど、イエス様に愛されている毎日、心にゆとりができました。もう寂しくありません。以前仏教、今キリスト教。
科学を信じるっていうのはもちろんそれはね、科学は否定するものではないということですよ。信じないものは救われません。以前はガソリン注ぎ、今油を注ぎ、ガソリン注ぎ、以前年金生活、今イエス様が食べさせてくれる。イエス様のおかげで愛されてます。本当に進化論は間違いです。進化論は間違いです。幸福の科学は否定するの？はい。以前は自分の欲望を求めて、今は生きててよかったと思えるようになった。和樹さん、今は生きててよかったと思える。なぜ世界から争いがなくならないか。人間の罪ですね。人間の罪で世界は争いが多いです。もちろん科学はね、絶対じゃないですよ。科学は絶対じゃないけど、科学を否定するようなことはしていません。科学っていうのはクリスチャンが作ったんですね。ニュートンとかコペルニクスとかガリレーとか、みんなクリスチャンですね。ですから科学が否定するということではないんです。むしろ神が作った世界を勉強するのが科学ですね。神様が作った世界を勉強するのが科学なんです。フジテレビよりよっぽど面白いわ。ありがとうございます。カリスマはカルトと思ったけど唯一の救いだということを、思っている。アメン。地動説は正しいですか？地動説は正しいです。天動説は間違いです。イエス様が神なんですね。三位一体というのはイエス様が神様だということですね。科学とキリスト教は反する。キリスト教が科学だと分かった。アメン。以前はデモばかりしていた。今教会に通いたい。カリスマ派の教会に通ってください。霊的な世界を受け入れた科学ならいいですね。そこですよ。そこそこです。霊的なことまで含めた科学が必要なんです。それを私は提唱しています、ね、霊的なことまで含めた科学、それが本当の科学ですね。神様抜きの科学はおかしいんですね。本当の科学、それは神が作ったという前提で、この世界を調べることですね。神が作った意味があるんだよということですね。家族がキリスト教を していた。今は過去の行いを悔いている。アメン。明日は教会に行きます。アメン。明日は礼拝放送を見ます。アメン。イエス様は神様です。イエス様は神様です。イエス様に出会うというのは神様に出会うということですね。イエス様に出会うというのは神と出会う、神を知るということです。カリスマの教会ないのですが、救法書、
旧牧師の放送を見ると教会に行ったことになるんですか。はい。アメンとはどういう意味ですか。確かですとか同意しますとか、その応答の言葉ですね。アメンというのもある意味では信仰を表してますね。信仰ね。イエス様を信じれば見えるんですか。信じて夢に現れる方もいますが、必ずしも見えるようになるとは限りません。今からご飯いただきます。アメン。イエス様に感謝します。皆さん、食事の前はお祈りしてくださいね。食事の前は感謝の祈りをしてください。声出さなくてもいいですが、食事の前は祈る良い機会です。なかなか最初は祈る習慣が身につくのは難しいので、ぜひ皆さん、食事の前を祈る習慣をつけてください。そうすると祈りの習慣がつきやすいですので、感謝を持って、ね、そう、感謝、もういろんなことをね、こう、感謝をすることですね。感謝して、祈ってください。祈りはね、自己流でいいです。自己流でね。自己流で、とにかく感謝することが基本なんだよということですね。感謝することが基本です。今日は旧牧師の伝道部屋に出れてよかった。今日もメッセージが聞けてよかった。今日も生かされてよかった、ね。すべてのことを感謝しましょう。すべてのことを感謝するんですね。感謝っていうのは、神様が皆さんに恵みを与えてる、愛してくださってるということの中で感謝するのです。第3、油注がれに来ました。アメン。油注がれに来ました。アメン。進化論タイトルでまた配信して、ああ、やりたいですね。進化論タイトルでやりたいと思ってます。はい、ありがとうございました。感謝すれば素晴らしいことが起きることを知りました。その通りです。その通りです。感謝すればするほど祝福されます。感謝すればするほど祝福されます。進化論の間違いを詳しく知りたい。アメン。じゃあまた考えておきます。旧牧師の言うように進化する過程の証拠が少なすぎ。そうなんです。そうなんですね。証拠はありません。進化の証拠は全くないんです。大丈夫ですよ。大丈夫です。はい、じゃあ終わりにしましょう。ありがとうございます。ファイナルメッセージします。あ、ごめんなさい。花さんはですね、ちょっと少し冬休みでもうしばらく、今ちょっとこう、なんて言うんでしょうかね、体制を整えるというか、もう少し休みをくださいということで、多分2月ぐらいから始まるんではないかと思うんですが、もうちょっとお待ちください。はい、じゃあファイナルメッセージします。ファイナルメッセージですね。それではですね、放送に間に合ってよかったです。主に感謝。アメン。アメン。ファイナルメッセージです。皆さん、イエス様を信じている方々喜んでください。皆さんはイエス様に出会っただけではなくて信じることができたんです。イエス様と出会っただけではなく信じることができたんです。そして皆さんの心の中にイエス様がおられます。皆さんの心の中にイエス様がおられるのです。皆さんは、イエス様と出会って人生が変わったんです。
イエス様と出会って人生が変わりました。ブログに読者がつきました。アレルヤ。私もですね、イエス様と出会う前は人生が虚しくですね、歯医者やってたんですが、歯医者ってストレスがあるんですよね。でプレッシャーがありましてね、こう患者を治療するでしょ。と患者終わって次の患者の間、もう本当に 2,3 分ですけど、タバコ一服ブーって吸ってね、でまた患者を見て、で患者終わったらまた一服スーッと吸って、で仕事中早く終わんないかな早く終わんないかな、終わったらすぐに家に帰ってこうお酒を飲むというね、毎晩お酒が人生でしたね。まあ虚しかったですね。お酒とかタバコに頼ってね、もうそのストレスを、お酒に頼ってた、虚しさをお酒で紛らわしてたという、まあ多くの人はそうだと思うんですけど、そういうタバコやお酒、またこの世の快楽に頼っていました。まだイエス様と出会ってなかったんですね。出会っていたかもしれないけど信じていなかったんです。そして、イエス様を信じました。イエス様と出会って、イエス様を信じました。そしたらですね、それまでお酒とかタバコに頼ってたわけですね。お酒とかタバコ頼った。ところがイエス様に頼るようになったら、もうお酒とタバコ頼らなくなるわけですよね。そしたらですね、お酒飲みたくなくなった。お酒吸い、タバコ吸いたくなくなったんです。本当なんです。それまでもう禁煙、何回も何回も禁煙して失敗したんですが、イエス様を信じたらですね、もう逆にもう吸いたくなくなっちゃったんです。もうお酒飲みたくなくなっちゃったんですね。奇跡が起きました。奇跡が起きました。イエスキリストに信頼すると、もう偽物はいらないという感じですね。イエス様を信頼すると偽物はいらない。ですから皆さんもね、依存してはいけないものに依存しているんです。皆さんも依存してはいけないものに依存しています。それが偶像崇拝ですね。それが偶像崇拝です。ですから、イエス様に出会うというのは、イエス様と出会うというのは本当に信頼できる方に出会うということですね。本当に依存する方に出会う、信頼するべき方に出会う、これがですね本当の出会いです。あ、ブログですか。私ね、三日坊主でダメなんですよね。まあこの伝道部屋がブログだと思ってくださいね。生放送ブログで生放送ブログということで、これがブログだと思ってくださいね。はいはい、皆さんもですね、悪習慣もし依存があったら、イエス様を信じて油注ぎを受ければやめていくと思います。ぜひぜひ皆さん、タバコ吸ってる人、お酒飲んでる人、また他の悪習慣を持ってる方は、イエス様によって、断ち切れることができますので、ぜひ、イエス様を信じて悪習慣やめたいと思ってください。本当の満たされること、本当に信頼できるお方はイエス様だけです。イエス様だけが本当に信頼できるお方です。他のものに頼る必要は全くなくなります。お酒に頼ることもない、タバコに頼ることもない、お金に頼ることもない、自分に頼ることがありませんね。本当に頼れるお方を知ってください。今日は皆さんがイエス様に出会っている時なんです。イエス様と出会っている時なんですね。それでは、その招きをします。イエス様に、出会うならば人生は、出会わなければイエス人生は虚しいというタイトルで、皆さんはイエス様に出会いました。イエス様に出会いました。そしてそのイエス様を受け入れる、イエス様を信じる、その時に皆さんの人生が変わります。イエスキリストと出会ってその方と共に生きるならば、虚しい人生がなくなります。
依存するような人生がなくなります。今日イエス様に出会ってイエス様を信じよう、受け入れようと思う方、そのイエス様と出会ったことを喜んでイエス様に、救ってほしい方、助けてほしい方、本当の人生を生きたい方、アメンと言ってください。アメンと言ってください。イエス様と出会うということは神様と出会っていることになります。神様と出会っていることになります。小太郎さんアメン、ゆうさんアメン、大さんアメン、和樹さんアメン、アメン、アメン、素晴らしい、アメン、素晴らしい。皆さんは、人生は大成功です。皆さんの人生は本当に、良いものになります。最高の人生になります。最高の人生になります。今まで、迷うような人生から変わります。本当の本当の人生になります。アメン、素晴らしい。じゃあ、お祈りします。お祈りします。天のお父様、私たちも求めていましたけれども、あなたが選んでくださり、あなたと出会うことができました。あなたが選んでくれたんです。あなたが探してくれたんです。イエス様ありがとうございます。イエス様ありがとうございます。私たちが救われたのは天地が作られる前から決められたといたと書いてあります。本当に不思議です。もう何千年前から私たちがイエス様に出会い、イエス様によって救われることが決まっていたなんて、なんとすごいことでしょうか。以前は神を信じるものではなかったですが、イエスキリストを通して神を信じるものになりました。そして神様がどれほど素晴らしい方なのか、神様がどれほど愛の方なのか、素晴らしい力があるお方なのか、今知りつつあります。どうぞ今アーメンと言った方々が、あなたを信じて罪が許され、虚しい人生から素晴らしい人生と変わりますように。彼らの罪を許してください。彼らに永遠の命を与えてください。あなたが彼らの友となってください。イエス様感謝します。多くの方々があなたと出会っています。彼らを憐れんでください。彼らを助けてください。今持っている、様々な問題をあなたが解決してください。彼らの罪を許してください。彼らを祝福してください。彼らを祝福してください。今日から今日から祝福の日々が始まりますように。癒しの日々が始まりますように。喜びの日々が始まりますように。イエス様感謝します。感謝します。あなたがリスナーの方々を救ってくださって感謝します。日本も救ってください。日本も救ってください。リバイバルを与えてください。イエス様の御名によってお祈りします。アメン、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 ハレルヤ、アメン。今アメンと言った方々はもう今日からクリスチャン、今日から神の子、これからイエス様を信じていく人生です。イエス様と出会ったんです。イエス様と出会ったんです。神と出会ったんです。喜んでください、喜んでください。イエス様、イエス様は決して皆さんを見放さず、見捨てません。あなたが離れなければ、あなた方が離れなければ、イエス様は見捨てません。ぜひイエス様に、粘着しましょう。イエス様に粘着しましょう。イエス様と共に生きてください。ありがとうございました。おやすみなさい。シャローン、シャローン、シャローン。
失礼します。シャローン、シャローン、シャローン。